いわゆる袴田事件で再審裁判のやり直しをめぐる審理で、今日弁護側が請求した物理科学者の証人尋問が行われました。これで弁護団が今回の審理の山場と位置づけた証人尋問が終了しました。1966年に旧清水市で起きた今回の事件をめぐっては、犯人が事件の際に着ていたとされる血液のついた5点の衣類が事件から1年2ヶ月後に味噌タンクの中から見つかり、袴田巌さんを有罪とする重要な証拠とされてきました。弁護側は5点の衣類の血痕に見られた赤みに着目し、血痕を長期間味噌につけると赤みは残らないと結論付け、5点の衣類は発見前に捏造されたものだと主張。一方で検察側の実験では赤みが残る可能性があると主張しています。今日は弁護側が請求した物理科学者で北海道大学大学院理学研究院の石森浩一郎教授の証人尋問が非公開で行われました。検察官側が問題にしているような酸素の濃度の問題であるとか、血液か血痕かというような問題、こういったものが影響はするけれども、1年も経てば血痕の赤みが消えるということは言えるということを明言していただきました。弁護団によりますと、石森教授は1年間味噌につけられた場合、血痕の赤みは消えると弁護側の実験を支持する証言をしたということです。これで弁護団が今回の審理の山場と位置づけた証人尋問が終了しました。いつも同じことなんですが、もう再審開始は目に見えておりますが、やっぱり裁判は決定が出なきゃ分かりませんので、何とも言えませんが、私は確信しております。